今日はおにぎり卵やりたかったんですけど、ちょっと時間がないのでやってません。青さとお茶漬けの素混ぜました。あとこちらナポリタンに見えますけど、豚キムチジャージャー麺です。はい、ひき肉と豚キムチのひき肉のご飯の素も混ぜました。食べたいと思います。あ、はい、どうも、パテノス協会でございます。というわけで今日はもう10分ぐらいしか時間がないんで、早速食べたいと思います。それでいただきます。うまいか、ナポリタンしか見えへんよな。あ、おいしい。あ、うまいか。大体ね、ひき肉系のご飯のお供はね、こういうのにしておいしい。炊きたてコシヒカリ、なんか朝雨降ってたけど晴れたわ。良い週末になったり、ね、明日ね、久々に結婚式の披露宴行かさせてもらえるけどね、楽しみ。明後日仕事なんて帰れないしゃないですけど、しあさってはまだ昼飲みしますよ。おにぎりうまい。70分あった。昼飯はねいつもゆっくり食えねえけど、たまにこう急がないといけない時もあるから、これは辛い。ゆっくり食いたいけど、とか言いながらいつも別にゆっくりじゃないけど、おいしい。卵巻きにしたかった。おいしかった。というわけでちょっと慌ただしい昨日に引き続き、動画でしたけども、美味しかったです。じゃあちょっとお仕事頑張ってきます。皆さんも良い週末を明日から送ってください。ごちそうさまでした。